こんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。ここ、カンジャンシジャンです。何度も来てるんですけど、今日は来るつもりなかったんですけれど、この先の市場、アロマキャンドルとか、そういった資材を売ってる市場に行って通りがかったので、せっかくなので今の状況を一周して見ていきたいと思います。ちょうど今夕方の5時過ぎぐらいですけれど、閉まってるお店もあります。美味しそう。これ人気の、なんか新しいのも出てる。エビ、お持ち帰りもできるようになってるし、中でもね食べれるようになっています。チキン、チキンかな。大料理も美味しそう。お菓子も美味しそう。人はどうなんでしょう。ちょうどご飯時じゃないのかな。ジュース屋さん前表にあったけど、ちょっと中に入り込んだところに、おばちゃんじゃなくてお兄さんになってる。これは何かしら。中にクリームが入ってる感じ。どうかな。6個で300円。お腹ちゃいですと、これ手がする。すすみも美味しそう。揚げ出し美味しいけども、どっしゃり来ちゃう感じがする。キンパすごいおばちゃん食べながら握ってる。ここもキンパがすごいね。刺身もいっぱいあげてある。閉まってるお店が多いのは何でだろう。すごい人がめっちゃ増えてるの。美味しそうな匂いだけど、人がいっぱいで。あれだな、ちょっと長そう。じゃんしじゃん、また見ちゃった。幕は売り。なんかめっちゃここ狭い。ここは誰も一人も座ってない。繁盛してる店と誰もいない店と何が違うんでしょう。ここはおでんかな。おでんにトッポキ。うん、美味しそう。めっちゃ油使ってる。人が多すぎてなんかめっちゃ通れない。ここもめちゃくちゃ油使ってる。なんかね、いっぱいお客さんが入ってるとこと全然誰もいないってことがある。どういうこと。ここ前食べたすじみ屋さんかな。あ、多すぎて、人が多すぎて。あ、ここ前食べたところ。ここなんかめっちゃ有名なとこらしいです。ここの美味しかったでしょ。お腹いっぱいになる。めっちゃいっぱい油で揚げてあって、お腹いっぱいもちょっと通れません。通れないね。誰も座ってないところもあれば、めっちゃ座ってるところもあるし、
賑やかすぎて相変わらずもういっぱい山積みにされてる。すごい、やっぱりもう油がすごい。こっちは辛そう。こんなにいっぱい作って入れるんでしょうね。この辺は全部お店が閉まってます。目玉焼き、まあ、油、ギトギト。すっごくなんか活気があるけど、通ってるだけでお腹がいっぱいになるのはなぜ。なんかおしゃれなパン屋さんができてる。すごい、パンが連なって